ね、一緒やね。せーの、もっとなびけ。ということでですね、今日もポケモンカード回復やっていきたいと思います。今日はですね、なんと回復するのですね、珍しいボックスでございます。はい、それもこちら、せーの、じゃん。今日は白銀のランス開封していきたいと思います。はい、皆さん再販分いかがでしょうか。マジであの漆黒の方、まあこれもなかなかやけど、漆黒のガイストの方全然改変説明、ね、狙うわ、ズバリウィマックススペシャルアートです。うわ素晴らしい。僕が狙うのは水エネルギー UR、 そっち。はい、では白銀のランス開封していきたいと思います。白銀のランス久しぶりっていうか、動画だけの初めてかもしれない。そうかな。漆黒のガイストはな、あの最終リング詐欺にも合ってるし、俺ら、あ、皆さんぜひ最終リング詐欺のね、あの動画も見ていただけたらなと思います。まああの最終リング詐欺ね、お店にその後ね、ちょっと対応してもらって返金はしてもらいました。はい、ということをね、あの僕は言うの忘れておりましたが、はい、返金対応はしていただきました。ただまあね、動画を上げたりしていなかった場合どうなってたかは正直わからん。うん、まあ、ちょっとなんかいつか話そうかなと思うんだけど、これがあの YouTuber という立場やから返金された説まであるな、正直。うん、まあまあ最初リンク詐欺ね、皆さんお気をつけくださいということで、白銀のランス開封していきます。はい、じゃあまず全部上切ります。うん、10パックずつ開封していきます。でもちょっとこの辺の久しぶりからちょっと見ますね。はい、ボルケニオン。ボルケニオン、ね、懐かしいね。ボルケニオンとか当たるのか。すごい、影坊主、雪わらし、あ、来た、ユタダキへの雪道。これユタダキへの雪道ね。トドゼルが可愛い、かっこいい、あの世代ポケモンですね。僕のトドゼルガとかボスゴドラとか、そうなんや、うん、やっぱルビーサファイアとかね、サーナイトとかやってると、うん、結構世代ではある。うーん、クレベス、シキジカ、あ、シキジカ、なみちゃん見たやん、あのポケモンスナップで。あー、おったな、可愛かった。ガラルキャロップ、キラリア、いや、だからこの辺も、あ、出た、白馬バドレックス。ずっと俺な、パドレックスやと思ってたな、あの、うん、バドレックスやっていうことに最近っていうかちょっと前に気づきました。うん、おー、サダイジャ VMAX、 なんかあれやな、 VVMAX が結構固まってんな。確かに、まだ10パック向いてないのに。ピオニー、ピオニーの SR とかも普通に使ってたからな。うん、ドクター、あ、ドクターか、おったな、ドクター。ナイちゃんドクターの SR 割と好きよな。うん、可愛いっていう理由だけで。ドクター勝ったっけ、結局なんか当たったんやったっけ、最終的に当たったかなとか言ってて、うん、当たった当たった当たったか、あ、アスナさんですね。はい、ということで最初の10パックで VVMAX が4枚出るということで、もうほとんど出ない説。 VVMAX が、あ、そう、まあそんなことないか、まだ出るか。まあ SR はね、出ておりません。じゃあもう10パックいきますか。うん、20パック目ですね。もう出るんじゃん。うん、出るんじゃない。ソドグラ、雪かぶり、ザルード、かわいい、かわいい、カチコール、ポケモンスナップとかで多いですよね。ユアパレス、ユアパレス、ラビフット、ラルトス、シールド戦思い出すな、ラルトスみたいな。確かにシールド戦俺当選したんよ。よかったな。そう、ちょっとね、シールド戦頑張ります。でもちょっと勇気ないから、あの何個か当選できんねんけど1個しか、うん、あ、当選せえへんねんて。あ、そうなんや。そう、何個もみんなそうなんや。そう、みんなそうやねんて。へー、だからいっぱい当選して全部外れると思ったらちゃんと1個だけ当選する人もおるし、そう、なんかリザーバ当選みたいなのがあるらしくて、はい、あの誰かの補欠で入れますみたいな、当日キャンセルした人の枠で入れますみたいな感じやから、俺はちゃんとした当選やから、うん、ほんまにちゃんとあの確実に参加できることが確定しました。うーん、じゃあもうあとはそのキャンセル枠で入るしかないんや、今の段階で言うと。他の人はな。へえ。まあまた、いや、いったら、あ、違うで、そのリザーブも当選しないと入らない、いかないんです。そうね。え、それは思われなんかな、今当選してる人もいてるのかな。今当選してる人だけ。え話通じてない、ずっと。もう当選期間終わったからもうあれって応募できへんで。違う違う違う、そういうことじゃなくて。何ですか、ラスト10パック今当選してる人、
いやだから、本も絶対いけるわけやん。俺はな。そう。だから俺はちゃんとした当選やけど、キャンセル枠でしか入れませんよっていう当選の仕方してる人もおるから。そうなんや。そう、だからちょっとかわいそうやな。でもまあ一個も当選せえへん人よりかはいいんかもしれないけど。そうだな、まだチャンスあるからな。そう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 。ああ、アスナ HR っていうことでした。 SR 枠はまあアスナ HR になるのかな。でも2枚枠まだあるね、 HR やと。諦め気味やん。もうないやん思ってるやん。ないよ思ってますやん。はい、ないと思っちゃってますね。まあ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 、アスナ HR でアスナってのはちょっとデッキであんまり使っての見たことないから、俺はね使い道があんまりわからないんですけども、もともと白銀のランスってこうすごい大当たり枠っていうのが、うん、まあまあまあほんまにスペシャルアートぐらいしかないから、うん、だからやっぱ漆黒の外装の方が正直まあ人気やったよねっていうのは、うん、まあ、あのずっとそうやな。はい、ということで1ボックス終了しました。アスナ見事。アスナ HR 当たったも初めてやな。アスナの HR は SR はね2、3回当たったな。でも HR は初めて当たったんでいい記念になりました。はい、マリーとアスナ何もないです。はぁ、あ、まぁ、あ、まぁ、あ、ナミちゃんが勝ったやつはそんなもんですよ。はい、はいはい、私が勝ったこの白銀のランスから、はい、この白銀のランスの真ん中に映ってるこのポケモン、はい、当てたいと思います。はい、そしてね、マジで、VMAX スペシャルアートは、幻じゃないよっていうのをね皆さんにお伝えしようかなと思います。こんな当たらんのかってね。そう、マジで当たらんよな、ほんまになんか VMAX のスペシャルアートが入ってる箱をさ、もう多分累計で言ったらさ50箱ぐらい向いてるやん。うん、ウィーブヒーローズなりフュージョンアーツなり、うん、白銀、漆黒、いろいろ含めて、こんな当たるのか。まあ、みんな思ってんね、多分。まあそう考えたら、なんか何万円もするっていうのは正直納得というか、うん、そうなるわな。うん、だって1箱5000円のさ、この箱からさ10箱を開けてもさ、うん、当たらへん確率の方が高いわけやん。うん、ほな単純計算、その5000円かける10で5万円してもおかしくはないよな。うん、だってそれぐらい当たりづらいねんから。全然買えたしな、マテンバーグと。うん、買えたな。うん、ジュラルドン VMAX 当たらんかったけど。うん、当たらんかった。マジで当たらんかったな。てか、おる存在知らんかったわ。V のスペシャルアートは何枚か当たったよな。あの、キバナと映ってるやつ。うんうんうん。だから。そうだったっけ。うん。何枚か当たってるで。だからね、VMAX スペシャルアートはほんまに夢ですね。何かどっかから当てたい。でも、もう VMAX のスペシャルアートが出る箱がな、多分出えへんもんな。年末に出るやつぐらいかな。あ、そうやな、確かに VMAX っていうのがな、もう、だから V スターやからね、時代は。うん、V スタースペシャルアート出んのかな。いや、出るでしょ。出たらちょっとさすがに引きたいね、うん、何かしら、うん、年末出てくれるのかな、楽しみですね、いろいろ。いやでもそれが発売する前になんとか VMAX のスペシャルアート、俺に VMAX スペシャルアート地引き童貞卒業させてくれ。見たくない、パックから出る瞬間。いや見たいよ。嘘ちゃうかなと思っても俺まだ。あれまだ嘘なんちゃうかな、大会とかで配られてんじゃん。VMAX のスペシャルアートって実は。どんなんやねん。こそこそ裏で大会とかで、大会上位したんでおめでとうございますって言って、それぐらい出んよ確率。それは何万もするわっていうな。出たとってデッキで使うわけもなくやねんけどな。うん、バカバカバチバチ飾るで。うん、使われへん。うん、美しいしね。はい、ということでもう10パック終わって、そのジョブリマックス2匹出てんけど、あれ、こんなことあんの、こういうこともあるってこと。これで触れなかったらどうする。エラー箱、同じ箱から VMAX って2枚出んの、今まで出たっけ。ない。アルカナはな、ちょっとシード戦やから、うん、クチート2個、V2 個とかはあったけどさ、今までのその前のボックスってそんなんあったかな。エラーしてるってことこれ。え、じゃあ SR0 枚箱あるんじゃん。俺ノーカットでお送りするよそれも。あ、それ気持ちいいじゃん。え、マジで、そんなことある。わからん、サーチされてる。Hehehe
サーチされてる、バリサダイジャ出る、サダイジャ、おーすごい、あと残り10パックや、サーチされてる。まあ正直なこと言うと、これ俺目の前であのカートンから出されるとこ見てんけどな、このボックス、あれ、いやいや、まあまあ SR が入ってりゃ別に問題ないよな、じゃあ残り10パック、はい、ちょっとこうなってるやん、ないちゃん漆黒のガイストよぎってるやん。でもあれはマジで光ってるカード一番出んかったから、まあまああれはな、分かりやすく詐欺のあれかな、うん、騙してやろうという気持ちがありましたから。おー、トルネロス VMAX かっこいいよな、トルネロス、かっこいい、トルネロスなるちゃん好きよな、トルネロスもさ、スペシャルアートおんねん、トルネロス V のスペシャルアートが白銀、おー、レパルダス V のスペシャル SR でした。はい、まあ初めて当たりました。初めて当たりました。なかなか見んよな、レパルダス V のスペシャルアート、なかなか見んな、そう考えたら。まだあるよ、じゃあまだ VMAX は、あの HR やから、あれまだ大丈夫大丈夫、まだあるまだある、あーやばいやばい、終わるよ、あーやばいよ。いっそのこと最後の1パック前でんといてほしかったよ。楽しめたのに。まあでもエラー箱ではないということでした、レパルダス、はい、はい、ということで、はい、2箱を開封した結果、見事にレパルダス V でした。はい、エラー箱かと思ったね。いやでもこっちの方がびっくりしたの、あんねや、こういうこともあんまりこの辺のパックいっぱい向いてるわけじゃないから分からへんねんけど、 VMAX が3枚出てサダイジャが2枚被ることあんねや、なあ、んしかし俺表紙で白銀の表紙のやつ出す言うたやんな、俺この、こいつ出すって言ったよな、俺 V とかでも出るかなと思ったけど出んかったな、1枚も見事に見事にこれ何ってなってる。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。危なかったな。いかがだったでしょうか。まあまあまあ結果はどうでした。まあまあまあ残念残念っていうことです。こういうこともあるというか、こういうことしかないかもしれない、こういうことが多いパックやから、まあ当時不人気だということですよね。ここで証明されたということですね。はい、そういうことでございます。まあ強いカードは多分いっぱいあると思う、でもまあ V クラ買えばいいやんってなるけどね、そうなの、正直なこと言うと、はい、では皆さん僕のガイストを楽しみに。